はい、よろしくお願いします。とはいえ、ですが、とりあえず日付、2022年2月の9日。あ、2月の2日を忘れてたから、2が並ぶ日はもうあと22日と20日しかないんだね。そうか。まあ、よろしくお願いします。今日は、ハリウッド俳優の顔を描こうというのでやってました。で、その前に、ちょっと、筋肉マンブームが来まして、筋肉マン女子化プロジェクトみたいなことをやりましたね。テリーマンの女の子にしてみたりとか、あとは、女子プロレスラーが実際に筋肉マンコスチュームとか、覆面を被ったらこんなかなとかっていうのをやってみましたね。これは、こうか。こうだね。筋肉マンのコスチュームを、作ったら、で、あれあれ。筋肉スグルは黒髪王子なので。じゃあ、獣神サンダーライガーみたいな長いロングヘアとかいいんじゃね？とか思ったりとか、した次第です。まあ、そんなことやりながら、これは落書きが過ぎるな。今日はなんか、キャラクターの元となる絵だね。だから、テリーマンの元になってる絵は、テリー・ファンク・ジュニアなんですよね。ドリー・ファンク・ジュニアでもいいんだけど。だから、顔の元の造形みたいなものが必ず漫画とかにはあったりとかして。じゃあ、まあ、有名なハリウッド俳優とか、ハリウッドの人を、なんか、描いていこうと。で、描いていく中で、今回は、僕ももうあんまりハリウッドに詳しくなくなってきたので、頑張ってください。ありがとうございます。大雪が、警報が出てるらしいので、皆さんの地域も、気をつけてください。北海道がすごい雪だそうですよ。人の高さぐらい一晩で降ってるみたいで、あら大変と思ったりとかしてね。まあ、2月は寒の戻りと言いますんで、2月の15ぐらいですかまでは、なんか、あれした方がいいんじゃないかなとか思います。だからね、僕ね、明日、明後日はもう、あれだ、外出ないようにしようかなと思ってさ。だって、東京で大雪が降ったら、まず交通網がダメになるだろ？ほんで、バカが事故を起こすだろ？あ、ごめんなさいね、画面白いままで。もうちょっとしたらやります。だから、それに巻き込まれることの方が、可能性として高いんだったら、外出なくていいんじゃねえかなと思ったりとかするんだよね。って思いますんで、まあ皆さんお気をつけて、外に出なきゃいけない人もいるでしょうからね。ほんじゃあやりますか。誰からやろうかなと思って。最近見なくなったセクハラで訴えられたモーガン・フリーマンでも書こうかなと思います。すごいリアルに書くんじゃなくて、例えば僕が目指しているのは、元絵を見なくても、モーガン・フリーマンってこんな顔だよね、とかっていうのを描ければいいなと思います。だから顔のバランスで鼻がどれくらいの割合占めててとか、そういうのをメインに多分描いていくと思います。ね、一時モーガン・フリーマンってすごいバットマンの映画にも出るし、何でもかんでもこの人に役が行ってたというのもあるんですけど。すごいね。だから、バッって書いて、多分次っていうふうにやっていくので、目標としては100人ぐらい書けたらいいかな。もう何年前だ？ 3、4年前ぐらいか、モーガン・フリーマンが、その女の人にセクハラだっつって訴えられて、映画出なくなったりとか、したのね。僕が、初めて見たのは、多分、ケビン・コスナーのロビン・フッドの、従者役で出てきた時ですね。顔の入れ墨に特徴のある従者が。
だから、書きたい俳優の名前を書いていこう。モーガン・フリーマン書きたいし、あと、ピーター・ジャクソンじゃない。それは監督なのよ。話題作に出てんだけど、コロナ禍で撮影がすげえ止まっちゃった人。車も人もスリップ注意ですね。あ、そうですね。気をつけてください。ヒューゴじゃなくて、僕が好きな映画に出てる人。ボクシングの映画もやったし、SF も出るし。でも僕が好きなのは、ナイトクローラーですよ。ナイトクローラーの主役やった人。これ、名前がいつも思い出せないので。ジェイク・ギレンホールだ。あ、今、ジェイク・ジレンホールっていうようになったな。ほんと、目離すと名前変わる。未だにシルベスタ・スタローン、シルベスタ・スターロンって言った人の、あれ忘れらんないんだけど。よいしょ。今名前変わったのかなと思いますが、違うんだろうな、多分ね。どこをどうすればこの人の、まあそばかす入れればいいんだろうけどね。だから多分僕は俳優で言うと多分ブラッド・ピットあたりで止まってるので、新しめの人とかね。あとアイアンマンの主役の人なんだっけ、ジュニア。名前忘れた。出てこないんだよな、名前がな。なんだっけな、何ジュニアだっけ。マコレー・カルキンジュニアじゃなくて。モガフリーは眉毛薄いんだよね。あと目の下のクマ。
熊じゃない、シワ。ぐらいかな。あとこの、頬骨ですよね。この辺が特徴なんじゃないかなと思います。ダニーザドックとかでもいい人役で出てましたね。ほんと何の映画見てもモーガン・フリーマン出てんな、みたいな。セブン。ミリオンダラーベイビー。この人が出ててよかったような役。まあ、黒人でいうバイプレイヤーなんだろうな、モーガン・フリーマンな。それで言うと今日本の CM でボスの CM に出てる僕の好きなトーマス。すごいな、最近本当に後からあこの人って出るんですけど、トミー・リー・ジョーンズね、この人若い時からいい役者なんだよな。よし、トミー・リー・ジョーンズ書こう。ああ、いい顔ですね。MIB。この人もいろいろ出てるけど、僕やっぱ、凶悪犯演じたりするトミー・リー・ジョーンズが結構好きだったりしますね。最近はいい役の役ばっかりやってるけど。ケープフィアじゃねえや。爆弾魔になったやつが僕すごく好きです。爆弾の天才犯罪者みたいな。この人は鼻が広いんだな。それが特徴なんだな。あとやっぱ僕は逃亡者で追っかける人のあの警官役のあれ好きだったな。この人、福耳なんだ。なるほどね。この星の人たちは、なんとからしい。トミーかっこいいよね。この人の目の垂れ目な感じが、とてもいいですね。こう上がって、ああキングスマンの主役とかも書いておきたいな。MIB 逃亡者。いいか。トミー・リー・ジョーンズの作品見ればわかるだろう。この人の出てるやつで、90年代だと思うんだけど、アパッチ JFK 沈黙の戦艦心の罪逃亡者天と地、どれだ何役で出たかとか、そっか役者名前で出るからわかんねえな。 あとあれもよかったな、あのアカデミー賞を取ったカントリー、なんとかカントリーに出てた警官役の あの時もよかったよね。ノーカントリー。誰、なんだ
割と。あれ、この人が爆弾魔になったやつの、作品名は忘れちゃった。あ、そっか、バットマンフォーエバーの、なんだっけ、ミスタークイズじゃなくて、トゥーフェイスもやってたんだよな、確かな。懐かしいですね。だからもう2000年代に入ると違うんで、うわぁ、忘れちゃった。ごめんなさいね、忘れた。さあ、じゃあ、ジェイク、わあ、もう僕、ジェイク・ギレンホールで覚えちゃってっから、ジェイク・ジレンホールって、なかなか言えなくなるけど。今は、ジェイク・ジレンホールでいいのかな？子役の頃から、やってる人で。ほんと、役作りのために今、何でもする人っていうと、この人になるよね。コリン・ファレルって今どうやってんだろう。よし、コリン・ファレルも後で書こう。あとあれか、スパイダーマンの子とか。スパイダーマンの子も書こう。まあなんか、あと、今日は、割と、メンマさん優しいと思うので、書いてほしい俳優とか、これ知ってる？みたいなのとか、名前で書いてもらえれば拾うかもしれません。鼻がでかいな。鼻が長いんだな、ジェイクはね。ああ、そっか。だからこの人あれだ。スパイダーマンの、スパイダーマン修学旅行に行くの巻きで、偽物のヒーロー、テレビの仕組みを使ってやるヒーローで、スパイダーマン騙そうとした人だ。やりましたね。もうアベンジャーズに出てたよな。眉毛太い。なんかディズニーに出てくるずっこけ男子の顔してるな。ディズニーは好きだろうな、こういう顔な。これ、ああ、でも、ああ、どっちだ？ジェイク、やっぱギレンホールでも書かれてるし、ほとんどの記事はジェイク・ギレンホールだな。じゃあ、ジレンホールって書いてるウィキペディアが、まだ浸透してないぜってことでいいのかな？そういうことでいいのかな？この人もあと10年くらいすると、性格俳優で、いい味を出しそうですよね。
とジョーカーの役の人、フェニックス、リバーフェニックスの弟ちゃん、アンソニー・フェニックスだっけ、何フェニックスだっけ、名前違うんだっけ、あれも書きたい、あとケイジ、じゃあ次何書こう。ロバート・ダウニー・ジュニア。思い出した。じゃあロバート・ダウニー・ジュニアを見ないで書こうとするとき。あの人目が大きいのが特徴的だけど、やっぱ社長のイメージ強くなったよね。マリファナスってい外に顔四角い。で、ジュニアで言うとやっぱキーファー・サザーランドだよね。見ないで書くの厳しそうだ。僕はまだ。ロバート・ダウニー・ジュニアをよく知らないかもしれない。でもやっぱシュッとしてんだよね。思ったより目が違う。この人もでも目はどうなのか。目が大きいんじゃなくてクリッとしてんだよ。目はそんな大きくな。やっぱ鼻はシュッとして、元がイケメンだからな。この人の若い時本当綺麗だったんですよ。でもなんかちょっと違う。ダウンな感じが全然ない。なんで出ないんだろう、この人。あ、これ苦手な顔かもしれない。ていうか、全部やり直しちゃう。もうこれでいいや。はい。次ごめんね。ごめんね。で、このロバート・ダウニー・ジュニアの隣にいるやつが、スパイダーマンの新しいやつで、こいつの名前なんだっけな、役者の名前。ロッド・スチュワートじゃなくて、ダウニー・ジュニアが出てくるんだったら、スパイダーマンと入れれば出るか。スパイダーマンの人は、
ホラン、あ、トム・ホランド。そうそう、トム・ホ、トム・ホ。よいしょ。トム・ホランドか、この人は、やっぱり、あの、少年役やった時のやつ、ほんといいよね。だんだんでもやっぱり大人になるし。トム・ホランドは、すごい、あの、スパイダーマン役の中でも、当たり役だし、もう10年ぐらいトム・ホランド出てんじゃないかな。ね、10年間若者のティーンをやるってちょっとすごいんじゃないと思ったりとかします。あ、でもやっぱ顔の特徴として顎が細くて短いんだね、ここのラインがね。だから少年っぽく見えんだな、この人な。だから、うん、今、Google の画像検索でトム・ホランド見てるけど、やっぱ、若い時のリバー・フェニックスだったりとか、その、あの子。コリー・フェルドマンとか、あの雰囲気があるよね。唇が薄いのがまた少年っぽいんだろうな、この子な。で、まあ、体型維持というか、役作りのためにそんなに筋トレもしないから。できないだろうから、体型維持のために筋トレしちゃうと首とか太くなっちゃって少年っぽさがなくなるから。こうなるんだろうね。いいよ。トム・ホランドいいな。これは役者と当たり役引いてね、今後もちょっと楽しみな人ですが、子役やっちゃうとな。子役でやっちゃうとというか、あの人、ロード・オブ・ザ・リングのジャッキーじゃなくて。フロドの役の人。あの人もね、売れたけど、最近見ないもんね。役者としてのキャリアよりプロデューサーの方に行っちゃったのかな。いや、少年院で捕まってるようなこの役とか似合いそうだな、この子ね。トム・ホ。でも本当この人がスパイダーマンの新しい役で良かったなぁと思います。それは本当思う。唇が薄い。このラインは。うん、そうだね、やっぱ。でももうこの人も20いくつだろう？ずっとスパイダーマンやるわけにはいかないだろうから、今回が最後のスパイダーマンになるのかな？
だからスパイダーバースってやつで、ね、世界線を広げて誰が主役やってもいいですよというふうにやっぱしなきゃいけないんだろうし、あのサムライミ版のスパイダーマンの役者さんがやっぱ最初にデビューした時のそのスパイダーマンのフレッシュさがスパイダーマン3の頃にはもうなくなってるからさ、もうそろそろなんだろうね、主役交代はね。じゃあ次、キーファー・サザーランド。最近見ないけど。じゃあ、キーファー書くんだったら、ドナルドも書かないとな。お父ちゃんも書かないと。もうあら、ちょっとお年を召されましたか、キーファーさん。これいらない。よいしょ。サザーランドこの辺に書こうかな。ジャック・バウアーですよ。本当にでもお父さんそっくりになってきたね、この人ね。ていうかドナルド・サザーランドは生きてんのかな。あの人もいい役者さんですけど。すまなかった。本当にすまなかったと思っている。それは小山力だよね。ね、スタンドバイミーの悪い不良グループのリーダー役やってましたけど、ね、大きくなったなって思いますよね。本当にすまなかったと思って。だからもともと映画畑の人だったんだけど、まああんまり映画でその当たり役がないまんまさ、年取っちゃって。で、テレビシリーズで主役やらないかっていう声がかかって、24出てっていう。まあでも、典型的な顔ですよね。この人も唇薄いな。今もうだいぶおじいちゃんになってます、ね、これはでもそんなに書き込まなくても大丈夫かな。なんでキーファー・サザーランド調べてマーク・ハミル出るんだろう。なんか関係あんのかな。はい。いいね。ほんと悪い顔してんな、ドナルド・サザーランドな。この人生きてる間に顔も似てるんだしさ、ウォルト・ディズニーの、なんか、映画にディズニー役で採用すりゃいいのにっては思いますね。最近の映画だと、美術骨董品を集めて贋作作る悪いやつみたいな役やってたのが印象的かな。古いタイプの映画俳優の今、こう古いタイプの映画俳優といえばみたいな、マカロニウエスタン出身といえばみたいなのはこの人なんじゃないかな。
海外版ドラゴンボールで亀仙人この人やればよかったのにって当時思ってましたけど。ね、亀仙人似合いそうだよね。でもやっぱ若い時からこの眉毛ね、サザーランド家のこの眉毛はほんとすごい。眉すごい。ほんとそっくりだね、親子揃ってね。あ、次何行こうか。次、キーファー書いた、ダウニージュニアは諦めた。あ、ジョーカーの人、過去。ジョーカーの人は、アナキン。今、ジョーカーで調べれば、出る。あ、ホアキン・フェニックス。そう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 。あとでリバー・フェニックスも書こうね。そしたらね。ホアキン書こう。ほんとジョーカーの役やった時と全然違うね。ホアキンすげえなやっぱな。痩せてる時のホアキンか。でもなんかあれなんだ、僕が描きたくなるような俳優さん、特に唇薄い系の人というか、これ流行りなのかな、今。唇薄い人が多いな。ホアキン・フェニックスも結構唇薄いですね。ちょっとマトリックスの人。そっか、この時首もキュッと細くなってるのか。ジョーカー役やった時に激痩せして撮影した時のホアキンがこれだよね。あ、激痩せといえば、なんだっけ、ダンプ松本のネットフリックスの、再現ドラマみたいなのにユリアン・レトリーバーが候補に上がって、ユリアン・レトリーバーに指示が行って、太れって言って。まあ、受けるかどうかわかんないですけど、うん、こうか。ああ、似てる似てる。あ、ちゃんとジョーカーの顔になってる。これが痩せてる。なんか、ユリアンに、せっかく痩せたユリアンに太らせるなんてひどいなんていうふうに言われてますね。まあ僕別にユリアン・レトリーバーがどうなると知ったことじゃないんですが。
世論なのかな。まあ役者じゃないのでね、ユリアン・レトリーバーは、まあそういう無茶ぶりを吉本が新喜劇がやるってなると中山きんに君みたいに辞めたりとか、より自分の いいように振る舞えることに行くのかなとは思いつつ、だからホアキン・フェニックス描こうとするときは眉毛の形がこの額じゃないこめかみのところから一段階曲がって伸びるように描けばちょっとホアキンっぽいんだな。それでホアキンっぽさは加工されるんだ。まあ、これくらいちょっと肉がついててね、マフィアのボスやらせてもいいだろうし、ホアキンは。楽しみですね、これから。アンディ・ガルシア。書きたい。ね、男の人ばっか書いてるでしょ？しょうがない。今日書きたいのは男の人だから。これが、痩せてる時と太ってる時。ディガルシアか。顔の形としてはアンディ・ガルシアも、わあいい感じに老けたね、アンディ・ガルシアね。あの人。氷の微笑じゃないや。アンディ・ガルシアはイケメンだよな。その馬みたい。ごめん、なんかフランスの似顔絵みたいに描いちゃうけど。アンディ・ガルシアはかっこいいな、ほんと。もともと、あれか、ゴッドファーザーで出たんだっけ、アンディ・ガルシアって。すごいよね。今はだいぶ太って、その、がいいですけど、若い時のアンディ・ガルシアは本当にかっこいいな。広告みたいな顔してるもんね。
タリアンマフィアの。かっこいい、かっこいい、こう切れ物、切れ物のナンバー2みたいなの本当に似合うよ、ね。アンタッチブルかなんかの時のやつ好きだな。今本当にマフィアのおっさんみたいな感じになってるけど、やっぱ僕のイメージはずっとこうだね。アンディ・ガルシア書いてって言われたらこの順番で書けば。多分間違い。あとは目をどれだけ かっこよく描けるかだろうな。一歩間違うと本当チンピラの顔になっちゃうから難しい、ね。この人だけ絵柄違う感じになってるけど、まあいいでしょう。リバーフェニックスか。死んじゃった人ね。薬物の使用。わあ、イケメンだね。若くして死んだリバーフェニックス。まあしょうがないよね。全然弟くんと似てないのとか、異母兄弟なんだ。だから、もしリバーフェニックスが生きてたら多分、トム・クルーズのやってるような役ってこんな人に言ってたんじゃないかなと思いますね。いつも眉間に視野寄せて、スニーカーズかな、僕は。よいしょ、記憶にあるのは。あれ、なんかディカプリオと比べられてる。今でも見られる映画とかだと、インディ・ジョーンズ、最後の聖戦のオープニングに出てくる子供の時のインディ・ジョーンズ役をこの人がやってますね。あれが一番知名度的に、あとスタンド・バイ・ミーか。は高いんじゃないか。アメリカ人はこれ系の顔好きだよな。僕にはすごい端正な顔立ちに見えるから、そんなに特徴あんのかなと思うんですけど。ね、定期的にこれ系の顔の人は出るよね。こんな感じじゃない。ああ、レオナルド・ディカプリオの子役から今の年になるまでのちょっと経て書くのもいいかもしれないね。ちょっとやってみるか。レオナルド・ディカプリオのほんとちっちゃい時のやつからタイタニックでレオ様とか言われてる頃からね、個性派俳優になってくまでの、だからあのブラッド・ピットと共演した売れなくなりつつある役者みたいなのをやった時の顔まで描いてみたい。
この子、5歳ぐらいの頃から、ずっと、やってるわけですけど。今見ると、中山秀明みたいな顔してんな。ちっちゃい時の。ああ、でも、やっぱ、アメリカの子供代表みたいな、子役代表みたいな、山崎パンの看板にあるような、そんな顔してんだな。当時の、こう、ディカプリオはな。今このディカプリオの今ちっちゃい写真見てんだけど、スヌーピーの作者の人、お出てこない、ピーナッツ、スヌーピー、チャーリー・ブラウン、あの人の絵は本当に可愛いなと思いました。今デアゴスティーニでスヌーピーの刺繍ができますよキットみたいなのを売りますよっていうのやってて、そこに書かれてる、スヌーピーのキャラクターたちのかわいいことかわいいこと、これがこう世代問わず求めるかわいいなんだなと思ったりしましたね。あら、すげえかった。これが一番ちっちゃい頃の。ここから、日本で言うと福君みたいなもんなのかな、デカプリオはな。ちょっと、顔立ちが。でも僕ね、この人がね、イケメンだとはね、思わないんですよ。みんなね、レオ様って言うけど、どこがいい？普通の、その辺にいるアンちゃんじゃんって、そのアンちゃんじゃんみたいなのがいいのかな？ディコアプリオに関してはね。ディカプリオはね、よくわからないんです、僕的に。ここの距離大事よ。これがブラピと一緒にイケメンのハリウッド俳優って言われてた頃のディカプリオ。ほんで、こっから今のウルフ・オブ・ウォール・ストリートのディカプリオに行くわけ。この人なんだっけ、
ギャッツビーのなんとかって映画にも出てたけど、あそこで、よいしょ、破天荒なギャッツビーを演じてた時に、なんでこの人は、イケメン金持ちポジションの理想の男像になってんだろうっていうのは、僕は不思議でしたね。まあ、時代を象徴する人だし、シャッターアイランドとかね、面白い映画にも出るので。なんか、宮迫みたいな顔の写真だな。これは写真が良くないですね。ここか。多分、ディカプリオはこことここのラインが結構理想形なんだろうな。骨格が、いいんだろうな。だから多少太ろうが年齢で口がでかい、何しようが、まあそれで言うとあれか、今のディカプリオ、今のね若い時じゃなくて今のレオナルド・ディカプリオを見るとさ、あの人、シャイニングに出てた主役の最後に狂って斧を振り回すあのおっさんの役の人、名俳優。あの人名前なんつった、あの人ぽくなってるような気はするね。なんつったっけな。ほんと年で出てこなくなっちゃったね。ロン・ハワードじゃなくて誰だっけな。非常に悪意がある。悪意があるな、これは。でも、ああ、そうだ、今、ほうれん線って言っちゃいけないんだっけ。あれは通販番組だっけか。レオナルド・ディカプリオね、と思ったりします。おじさんだよ。おじさんでいいのかな。若い俳優はどんどん出てくるし。ボクちゃんみたいになってます、ね、うん、5歳、20歳、40、ディカプリオ 3世代ってことはもうブラッド・ピット書くしかないですよ。うん、エドウィン。この人は全、なら、ね、売れない時代もあったけど、12モンキーズの役の時が、僕はやっぱり、あれかな、印象深いかな。とにかく、その薬物にハマってるような役とか、頭おかしい役とか、この人すげえやってましたよね。ジョー・ブラックによろしく。でも骨格的には、下げ眉の人なんだな。あと、あまり評判的に良くないけど、トロイとかもいいよね。あれはハマり役だと思って。イングロリアルバスターズとか
あとこの人は役者で、役で言うと何か食ってるイメージとか、あるね。もっしゃもっしゃ何か食ってるイメージがあります。あ、似てる。これは、いいね。下唇がこの人はこうセクシーですね。じゃあこの人描いたらアンジー描くしかないか。で、眉骨がちょっと、こうですね。って感じなんだ。名前が出てこない。ブラッドビット。お、お待たせしました。初めて女優書くかも。あ、今女優っつっちゃいけないんで。アンジー。アンジェリーナ・ジョリー、アンジーで。で、うわぁ、おばあちゃん。アンジェリーナ・ジョリーなぁ。好きよ。好き好き。トゥームレイダーでの人だけど。ね、B 級アクション映画にセクシー役として出てた頃から。ミスター&ミセス・スミスとかね。この人、やっぱ今見るとこの人おでこちゃんなんだなぁと思って。おでこちゃんで好きなんだろうね。なんで別れちゃったんかなぁ。まだごめんなさいね。もうおばあちゃんになってんだけど、若い時のイメージで描きます。ツンと伸びた鼻。あと、まあ、この時代のね、唇が厚い方が可愛いっつって、みんながこのアンジェリーナ・ジョリーの唇に憧れて整形手術でヒアルロン酸打ったっていうので、アンジー可愛いね、やっぱりね。この人はだから美人の形態じゃなくて、やっぱちょっと美知的要素があるんだろうな。それがアンジェリーナ・ジョリーの可愛いところなんだろうなと思います。もうこの人の特徴はあれですよ。唇のこのブリンとした。唇がもう唇こそがアンジェリーナ・ジョリーだよね。まあ今ちょっと写真で探すともうおばあちゃんになったやつしかないけど、やっぱトゥームレイダーやってる頃とかは本当綺麗でしたね、この人ね。うん、多分バランスだな、この人は。パーツが結構
大作りな人なんだけど、その配置のバランス良かったんだろうね。あとは、まあ、トゥームレイダーの当たり役引いたってことなんだろうな。ハリウッドハイディーではないけど、ジェレミー・アイアンズ好きですね。ジェレミー・アイアンズって女優さんだっけ？調べて顔見れば、あーってなる。あーってならない。ああ、はいはい、はい、はい、わかった。あ、ほんとこの人、すごい役者が、何に出てたんだっけ、この人。イギリスの俳優さんか。ジェレミー・アイアンズ。この人、顔、うんって思うんだけど、何の役で出てたっけとかっていうのが、全然、ちょっと調べようかな。あ、今、グッチに出てんのか。なるほど。はい、はい、はい。この人、ジェレミー・アイアンズって僕、何の映画で一番印象深いのかな。見てはいる。あ、ライオンキングでスカーの声やってる人だった。あ、そうか。ダイハード3の、あれだ。悪役の人で、最後、ヘリコプターに乗ったまま電線で感電しちゃう人だ。で、本当は、ダイハード3のラストは、あのラストじゃなくて、主人公のブルース・ウィリスが警官辞めて、レストランで復讐するラストっていうのが本当はあって、っていうの、の人だ。はい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 。それで僕知ってん、それでしか知らないんだな、多分な。でも、ダンジョン&ドラゴンとか、ベニスの商人とか、まあ、名作に出るわけですな。ピンクパンサー2なんかにも出てたんだ。うわ、記憶にないな。あと、バットマン VS スーパーマンのアルフレッド役でも出てるんだね。ジャスティスリーグとかね。なるほど、なるほど。で、最新作のハウス・オブ・グッチに出てると。ああ、わかった。僕も好きだす。はい。じゃあ書きましょう。アンジェリーナ・ジョニーは、やっぱ、あれだな。美人ではないけど、本当に、可愛げがあるんだな、この人は。僕、よく描けたと思うよ。このアンジーは、ちょっと化粧を抜いてますけど、非常にアンジェリーナ・ジョリーだなと思いますね。うめえじゃん、ブラッド・ピット。よし。じゃあ、ちょっと見てみよう。そう、僕、ダイハード3、割と好きなんですよ。出てる役者がほとんどいいからね。あと、ダイハード3の裏話だと、このジェレミー・アイアンズ扮する、敵役の人の恋人というか右腕役の人が、作中一切喋んないんだよね。あれは、演技が下手すぎて、全部セリフ抜いたらしいんだよね。そういうとこ含めて、ちゃんと作品をね、大事にして作ってるあたりが、コネとかでさ、使われてる女の人に、映画の質を落としたくないからセリフ与えないあたり、とても好きです。イギリス俳優で言うと、ね、10年ぐらい前まであの人、オブザ・デッドの人、すごい使われてましたよね。あの人も、なかなかいい感じですよね。そうか、今、ハウス・オブ・グッチで、出てるか。あれは?大体でも、あれだな、やっぱり、
骨格で把握するのが一番いいね。僕がなんでこの人書くときに、たまに、これだとこれか。ホアキン書いたときなんかに、なんでここから書いてるかって、メガネみたいなのをこうつけてるかっていうと、これは骨格なんだよね。目が入る、ところ。で、その骨のところで、この人はその標準的な、こういう骸骨のところから上がってんのか、下がってんのかっていうのを判断してるんだね。だからブラッド・ピットなんかも下がり気味だし、逆に言うと、こいつ、こいつっていう、レオ様は上がり気味なんだろうね。そっから決めてんでしょうね。目じゃなくて、骸骨のとこから決めてんだろうなと思います。男の人で、割とあんまり鼻は特徴薄い人が多いんだね。これが黒人になると、すごく鼻がでっかい人が出るんだけど。あ、でもこの人あれだ。マイケル・ジェイ・フォックスと同じ骨格してんのか。なるほど。骨格だけだと非常にマイケル・ジェイ・フォックスっぽい。気難しそうな感じはいいよね。あと、あれだ、イギリス人だと、ベネディクト・カンバーバッチとか、あの辺も顔の特徴があって、決して綺麗な顔立ちではないけど、やっぱ忘れられない感じの顔立ちでいいよね。あ、だから、キングスマンの主役ちゃんと書こうぜ。あ、これ目が難しいやつだ。うん、でもやっぱり彫りが深いから、その位置にちゃんと入って。あ、この人は目がすごいんだな。こうか。で、こうなる。こうだ。ほら、眉毛がここまであることで優しさが出てて。こうだ。うわ、難しいね、この人ね。ジェレミー・アイアンズ、うん、今だとグッチに出てる人ね。これは話題でいいですね。骨格はジェイ・フォックスと一緒。いいですな。そう、グッチは主役のレディー・ガガがハマってんだよな。まだ本編見てないけど。おお、ありがとうございます。いえ、とんでもない。よし、じゃあベネディクト・カンバーバッチを書こうかな。 あの人はいいな。よいしょ。やっぱこの人の顔すごいよな。
決して美形ではないんだけど、あ、だからマイケル・ジェイ・フォックスとかさ、マイケル・ダグラスとさ、割と系譜一緒なんじゃない？ダグラスはちょっと面長ですけど。競争率高いかも。ベネディクト・カンバーバッチはもう、あれですよ。あの、今、マントの人として認識されてるけど。人の顔はすごい特徴的だよな。僕はやっぱこの人の映画の中だとエニグマのやつね、エニグマの解析する博士の役が非常に僕は印象深いけど、でも本当はこの人なん、この顔の長さとその鼻筋とか骨格から言ってさ、この人が本当は、あの、バットマンのジョーカーやればいいんじゃねえかなっていつも思うんだけどさ。この人すごいよな、顔特徴的でな。目がシュワちゃんみたいで。やっぱジョーカーっぽいよな。あ、でもこの人がちょっとあれなのは目が鋭いのか。なるほど。悪者の目じゃなくて、切れ長の目なんだ。ちっちゃいけど。あとこの人は斜めから見た時の骨格がやっぱ面白いんだな。非常に真正面から見ると端正なちょっと面長な顔なんだけど、こういう骨格をしてるんだね。うん、面白い。あ、でもこの人の目難しいな。ああ、そっか。彫りが深いから、目の位置がちょっと上にあるんだ。これくらいあるんだ。で、切れ長で。こういう顔なんだ。すごい。やっぱジョーカーやればいいんじゃないかな、この人。ドクターストレンジじゃないことをやればいい気がします。この人はやっぱり、エニグマの人だな。ああ、でも、そうか。ああ、でも、近いようで近くないけど、この人とジム・キャリーは近いかもな。マスクのメイクをしたジムキャリーにちょっと近いんだ。だ、アメコミ顔なんだ、この人。なるほどね。ああ、だから、ドラゴンボールのピッコロ大魔王とか、ああ、でもピッコロ大魔王は目が大きすぎるから、特殊メイクして、ドラゴンボールのあの、年老いた、ナメック星の星人の年老いた神様とか、結構、似合うんじゃないかな。年取った方のピッコロ大魔王をやらせたりとかもできるかもしれない。よいしょ。なんかそんな顔してます。ああ、ベネディクト・カンバーバッチは本当すごいなと思う。まあでもこの偏屈な感じの役をやらせたら絶対ハマるから。それはね、この人が重宝されるとこだろうなと思ったりとかしましたね。で、それで言うと、今、まあ、ベネディクト・カンバーバッチもこれで書き終わるけど、あの主役の人が、もう、
今見ないんだよなぁと思って、名前わかんないので、ウィキペディアから引っ張りますけど。キリアン・マーフィーですよ。このキリアン・マーフィーって人は、一時期めちゃめちゃハリウッドで、ね、その28日後という映画が売れた時に、めちゃめちゃこう、向こう、ハリウッド映画に出てきたんだけど、今見ませんね、この人ね。僕、この人の顔も特徴的で好きなんだけど。日本人で言うと、今、Google 検索して一瞬で思ったのは、ラーメンズの、メガネかけたものに似てる人。片桐仁にすごい似てるね。年取ってより似た感じがしますけど、キリアン・マーフィーはもうちょっと個性俳優として、トミー・リー・ジョーンズ的ないい役で仕事してもいい気がするけどね。うん、でも、ああ、やっぱいい、いいわ、この人。軍服着てる役とかすごくいいな。昔の史実映画とか、2年ぐらい前に撮影を全部、オールロケでやりましたよとかいうさ、なんか女の人が郵便配達かなんかで軍の手紙を運ぶだけの話を、が話題になった時に出た映画あったけど、ああいう映画とかにもっと出ればいいのにとか思いますね。キリアン・マーフィー好き。意外にこの人当たり役ないよね。覚えてる範囲だとやっぱ28日後の主役とか、バットマン・ビギンズの時のズタ袋被った。名前がまた出てこないけど。この人いいな。ノーメイク、ザ・マスクみたいなのもいいし。いいな。雰囲気あっていい。でも骨格で似てるといえば、これはザ・ロックの敵役の人で、気分屋で監督殴るので有名な。あまりにもこう役に真剣になりすぎてて、ふざけたりとかしてると、エド・ハリス顔してんだな、これな。そうだね、うん、エド・ハリスそっくりですね、キリアン・マーフィーがね。そうか、近い顔があるから、ちょっとかぶっちゃうのか。うん、でもやっぱ雰囲気あるな、この人な。もうちょっと年取ると、なんか当たり役で出てくるのかな。キリアン・マーフィーはすごい。もうなんか、骸骨の骨格そのまんま、そこにこう、皮膚がくっついてるような異形さも含めて、キリアン・マーフィーかっこいいなと。ちょっと病的なんだよね、この人は、ね。病的な魅力がある。これとエド・ハリス近い。エド・ハリスはもう最近10年近く前のやつだけど、刑事が行方不明になった女の子を探すっていう、まあ、ミステリーのドラマがあったんだけど、映画があったんだけど、あれが見た最後かな。多分骨格は近いですね。ロボコップのマーフィー役でも。そっか、エド・ハリスの方が口がちっちゃいんだ。なるほど。なるほどね。
タタ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 タ、これ似てる。テテ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 テ、キリアン・マーフィーはとてもいいです。これはイギリスの片桐さん、あ、片桐、これでいいか。片桐のギリ忘れたんで、すいません。で、あの人を書きたいんだよ、僕は。イギリス人俳優って言ったら、あの人ですよ。コメディリリーフの、ショーン・オブ・ザ・デッドの主役の人。この人がすげえ出てんだよな。エドガー・ライトでいいんだっけ？あ、サイモン・ペック、そう、サイモン・ペックですよ。サイモン・ペックさんは本当にいろんな映画に出て、見るね。ちょっとイギリス人をここにまとめる。あ、でもやっぱちょっと古い人にしかならないな。残念だな。この人は耳がちっちゃいんだけど前に開いてて、すげえな。お猿のジョージみたいな顔してんな。サイモン・ペック。ああ、そっか、鼻の筋が短いんだな、サイモン・ペックはな。あ、でもこの人もちょっと幼い感じの人ですね。悪ガキみたいな顔してる。また国広みたいな、ちょっとサイモン・ペックは多分口がちっちゃいんだな。小遊三師匠みたいな、ちょっと、うん、でもこの人は眉と目の距離はちょっと遠いかな。あ、この人にいない。難しい。サイモン・ペックはなんでこんな難しいんだ。ああ、そっか。なるほど。この人の役柄が、とぼけた役が多いから、それで、ちょっととぼけた顔にしないと近づかない。
で、そうすると鼻の形もよもっと短くしないと、この人に近づかない。うん、これで近づくの。なるほど。なんだ、本当の顔よりもうちょっとだけ顔をギュッと真ん中に寄せるとサイモンペックっぽくなる。いやー、今日でも書きたい人があんまりありすぎて、これはもうショーン・オブ・ザ・グッドですか。全然白人ばっか書いて黒人書いてないから、そろそろ黒人も書きたいよね。あの人、あの人、いやーでも白人、あれはね、あの人描いてると楽しいんだよな。役者の名前が出てる。まあ、どんな映画にも出てるから、もう黒人版ケビン・ベーコンだよなって思ってる人がいて、もう本当に役者の名前がパッと出てこない。マンタマンタモンツみたいな名前マンタマンタ、テリー・ギリアムじゃなくて、まあいいや。これで出るだろう。この人の名前なんつうの？今、スター・ウォーズのメイス・ウィドウで弾きましたけど、メイス・ウィドウで弾くとメイス・ウィドウとしか出ねえな。この人は、そうそう、サミュエル・ L ・ジャクソン。この人いいよね。くしくもダイハード3にも出てますけど、サミュエル・エル・ジャクソンっていうのがいいんだよ、ね、みんなが好きなのは多分あのハンバーガー食べるやつだろうと思うんですけど、ニックか、ニック・フューリーか、あとアベンジャーズで言うと、今日初めに書いたのがモーガン・フリーマンだったんだけど、やっぱモーガン・フリーマンとかサミュエル・エル・ジャクソンとか、その僕もあんまりその人種的なものでこの有色人種の人の書き分けができないので、だいたいこう鼻をこう書いてさ、唇こうすればいいだろうっていう風になってんのを、ちょっと今日改善したいというのが、一個あったので、ちょっといろんな黒人の人描きたいなっては思うんです。この人は、あとほら、マトリックスにで、ああ、マトリックス今新しくなったから、あの人の顔が、定着の顔にな、じゃなくなったけど、初代のカンフーを教える人とかさ、あとウーピーゴールドバーグも書きたいな、話題だし。
ぱこの唇の圧倒感とかすごいよね。そういや今冬季オリンピックでなんでオリンピック選手で陸上競技は黒人の人いっぱい出るのにウィンタースポーツはあんまり黒人の人いないんだろう。フィギュアスケートなんかあんまり黒人の人が出てこないよな。あれ不思議だよな。あ、この人眉毛薄いんだ。なるほど。あら、なんかちょっと差別的なものを感じますよ。身体能力的にはね、向いてそうな気がするんだけどね。手足も長いし。サミュエルの顔はすげえな。耳の下のとこから顎が結構長くて、これだ。なんか役者さん割とこの下顎長いというか、下顎しっかりした人が多いよね。今日書いてて、今日書いてる人は特にそうだけど、普通の人こんなに下顎長くないからね。で、真ん中にギュッとしてて、ああそうだ、キングスマンのボスキャラにもやったんだよな、この人な。こうだね。で、眉毛が薄くて目がギョロッと大きくて、すげえな、存在感がすげえ。あとあんまり、まあ、一部の人にすごい人気だけど、サミュエルがやった役だとやっぱりガラスの骨を持つスーパーヒーローのヴィラン役としてさ、いるミスターグラスっていうやつがいるんだけどさ、なんだっけ、バードマンじゃなくて、ウォッチメンじゃなくて、シャマラン監督が作ったアメコミヒーローの新しい図みたいなので、水に濡れると超弱くなるブルース・ウィリスが主演した、ああもうタイトル忘れちゃった、インビジブルだっけ、なんだっけ、ビジブルみたいな名前だと思ったけど、あれの役が僕はやっぱ好きですね。よし、サミュエル・L・ジャクソン書いたぞ。ってことは、古いのな、ちょっと古いけど、この人書いとこ。やっぱちょっと昔の人だな、今もう見ると。まあいっか、ちょうどドナルド・サザーランドの位置に来てるのとか、いいんじゃないかな。これはちょっとクイズにしよう。書いてて分かったらコメントで書くといいです。まあもう今、黒人書く流れなんで、古いってなったら、キング牧師ぐらいだろうっていうね。この人も面白いよな。この人が売れたから、その後に続く黒人スターというか、みたいな人も
やりやすくなったんだろうな。あなたにもファックユーっつって、なんだろう、この人は純粋な黒人なのかな、どっかに違う血が入ってるのかな。そっか、この人歯が長いんだ、だって。難しいぞ、この人。難しいぞ。これは分かんないかもしれないね。楽しいんだけど、今書いてて楽しいんだけど、似ない。全然似ない。いやこれはしょうがない。ひげつけたら似るのかな。ちょっと似た。エディー・マーフィー。ごめん。これは似ない。ちょっとだけ言われりゃ雰囲気あるぐらいにしかならない。すいませんでした。やっぱこの人はビバリーヒルズコップとか、あの辺の若いイメージなんだろうな。星の王子様ニューヨークに行くとか、ホワイトハウス協奏曲とか。あの辺でやると、ああ、でも、エディ・マーフィー可愛いのは多分、おでこちゃんなんだな、エディ・マーフィーってな。そこがいいんだろうね。屈託がない。だよね、海外でルパン三世やるんだったらエディ・マーフィーだよな。このポップさは、まあ今もう年なんで、あれだけど。スマートなんですな、この人はな。てーてーてーてれてて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 て
てて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 。で、この人の特徴はやっぱりちょびひげなんだろうし、ちょびひげ描いちゃえばもしかしたらエディかなぐらいに見てもらえるかもしれない。これドラゴンボールのアナウンサーの顔じゃん。うん、あ、でもちょっと今日エディ・マーフィーかけたんで、割と満足かもしれない。これもう、あと何書きたい？いや、書きたいのはいっぱいあるんだよ。まだ全然書き足りない。ジョーカー書いて、あ、コリン・ファレル。そう、コリン・ファレル書きたいんだよ。しょ。うわ、イメージ変わらねえな。コリン・ファレルね、第2のブラッド・ピットとして。フォーンブースとかで、だいぶ。いや、でもやっぱ、ほんとコリン・ファレルはあれだな。本当、ブラッド・ピットそっくりな顔だよね。決定的に違うのは、ちょっとだけゴリラ顔というか、鼻の穴が広いのかな、コリン・ファレルはね。でも、基本この人は、そういう顔だしだよね。だから、ブラッド・ピットを描いた位置とは対極的なところに置いておこう。すごくあっさり描いちゃう。この人も下がり眉毛。いや違う、骨格の横にまで眉毛がこう来るから、そう濃く見えたり、下がり眉毛に見えるんだけど、本来これで正しいんですよね。最近は老けたので、この辺がこうなってるけど。本当新しい人書かないというか書けないというか、なあ、まあハリーポッターのあたりはいつも書いてるし、あの人行きたいな。おお、あの人の顔も好きなんだよな。この人の顔って僕デビッド・ボーイなんだと思うんだけど、女版デビッド・ボーイだと思うんだけど、コリン・ファレル、人の顔立ちは面白いよね。ちょっとこの人も宇宙人っぽいっちゃう、宇宙人っぽいか。
この人もっと年取ったらばあさん役でいろんないい役やるんだろうな。まだ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 いい役。マーベル系の映画だと、あれ、ドクターストレンジの師匠の、どっかの山奥に入ってる人。あれ、何師匠って言うんだっけな。の役やった人ですね。僕が好きなのは、コンスタンティンっていう、やっぱアメコミ原作の映画があったんだけど、あれで打天使ガブリエルをやってる人ですけど、この人の顔立ちは本当面白い。あと氷の女王とかもやったんじゃないっけ。この人いいよね。相当下ネタとか下品なのが好きらしいですけど、面白いなこの人ね。これデビッドボーイに似てると思うんだけど、ね、いまだに誰からもそうですねって言われたことはない。この人の顔立ち好き。ああ、そう、こうやって考えるとあれか、ハリウッド映画はまだそのジャニーズ系のアイドルに毒されるみたいなことはちょっとないのかもね。綺麗どころしか出てこないっていうと思うな。前に聞いたけど、ハリウッド映画っていうのも結局そのデブだろうとブスだろうと、その見ても嫌、その見ても嫌な気分のしないデブとかブスとかが出てるんだっていう、本当のアメリカに住んでるその いろんな人種のその0から1から100までのレベルの人がいる中で、映画に出れるのはやっぱりそれなりにこうね、個性はあっても人に不快感を与えないということが前提になってる人が出てるんだっていうのは聞いて、ほーとなりましたね。あれはもうだいぶ10年近く前に聞いた話だけど、いや、あ、未だになんかその映画に出てるモブ役を見るとそうかと思ったりだし。あれ、僕トミー・リー・ジョーンズ書いたんだっけ。ああ、書いてる書いてるね、書いてるね。ああ、あと何書きたいって言ってたかな。モーガン・フリーマン書いたろ、ジェイク・ギレンホール書いたろ、あ、そう、キングスマンの主役の人書きたいって言ったんだ。あの人や、この人、この人、あの気難しい人。ああ、そういえば、キングスマンゼロもね、この前公開されてましたね。タロン・エガートンですね。え、違う？え、この人は若い方だろう？コリン・ファースか。ああ、そうそう、この人が書きたいのよ。コリン・ファースいいよね。イングリッシュ・ペイシェントとか。ブリジット・ジョーンズの日記とか。ああ、だからもともとは恋愛映画とかによく出てる人で、2014年のキングスマンが結構その
あれだね、転換期みたいなもん。あ、でもやっぱり、メリーポピンズリターンズとかにも出てたんだ。うわ、記憶にねえな。声か。あ、声だからか。なるほど。最新作は、オペレーションミンスミート。ナチを欺いた死体という、やつをやるらしい。うん、じゃあ、この人。この人行こう。コリン・ファース。コリー・アンドリュー・ファースという方らしい。キングスマンは本当にイギリス映画でブラックジョークがきついよなっていつも思います。ファイナルカット見るたんびにそう思いますね。あともう死んじゃったけどね、イギリスの俳優さんで言うとほら、ロード・オブ・ザ・リングのサルマンとかさ、やった人とかさ、いいなぁと思うね。だから、まあ日本だともうそういう個性的な顔立ちとか美形ではないけどっていう人はもう二世タレントぐらいしか出番がないのかもね。それはちょっと悲しいことかなとも思いますけど。多分そうなんだろうね。一応今若い日本の役者の人でほら、柄本明の息子がさ、全然顔も良くないし、別に芝居も際立ってうまいわけでもないのに、テレビに使われてたりとかして。あれをちょっと僕は嫌な感じで見てたんだけど、あれは嫌な感じで見ないようにした方がいい。あとあの人、恋愛映画に出てる人ですごく顔立ちが綺麗な人で、今、なんだっけ。男の役者の人でね。ちょっと待って、映画から。プリティーウーマンの主役の人は、ブじゃねえ、ジュリア・ロバーツだ。ジュリア・ロバーツと共演した、人。なんか、女優のちょっとした撮影の、休みの間だけの火遊びの恋愛のつもりがお互い好きになっちゃったっつって、やるやつ。あれ映画のタイトルなんつったっけな。あれ映画的にも僕恋愛映画だから別にいいやと思うんだけど、男の役者さんがすごく美形でちょっと印象深いんだよね。あの人、だから、まあ、ジュリア・ロバーツでウィキペディア調べれば、そこから紐づいて調べられるんだけど、あの人なんつったっけなぁ。あの人も好きだよ。よいしょ。ジュリア・ロバーツな。なんかの表彰式かなんかの時にガムを机に貼っつけた人。あ、そう、ノッティングヒルの恋人。これ。これ、ヒュー・グラントか。え、こんな人だっけ？え、年取った顔だから全然僕の記憶の人と違うような感じだけど。もうこの人なのかなぁ。ああ、そうだ。そう。ちょっとケネディ大統領にも似てる人。ああ、うん、そう。この人。イケメンだなぁと思って。ああ、今、お年を召されたんですね。若い時はやっぱ綺麗な顔立ちをしておられる。フレンズかなんかの人なの？違うな。やっぱブリジット・ジョーンズの日記とか、あの辺に出てんだね。多分、
甘いマスクの好青年なんでしょう。ちょっとポール・マッカートニーにも似てんだね。なるほどね。というわけでコリン・ファースを書こう。気難しい感じいいよな。キングスマンはね、最後が本当えぐいんだけど、最初のキングスマンルールあたりのところのシーンは本当好きで、イギリス紳士とはという、見せ方が、あれもまたブラックジョークなんだけど、あれ含めていいね。メガネつけると骨格が消えちゃうから嫌だけど、でもやっぱキングスマンというとやっぱ黒縁メガネですから書かざるを得ないよね。キングスマンの新作見たいな。映画館行けないけど、そうか。あ、キングスマン、あと、ハルベリーも出てんだ。あ、ハルベリーも書きたいな。こうやって気が済むまで書いて、最終的に腰が痛くなって、やめるというね。明日配信できませんってなるんですよ。コーリーン、ファース。ハルベリー書こう。ハルベリーはすごい素敵。ハルベリーはすごいよな。ハルベリーの偽物みたいな女優さんいっぱい出てきた。でも年は取ってるけど、やっぱりこの人は。だから基本の体型がいいんだろうな。ボンドがあるからね。ありましたけど。キングスマンでちょろっと出てくる時のハルベリーとかすげえ良かったな。あ、ハルベリーだーって思ったね。でも、まあ、ハルベリーといえば、まあ、ボンドガールか。なんだっけ。X メンのストームですよね。ストームで書こう。白目向いても可愛いってちょっと、あれだよね。ずるいよ。ちょっとアメコミテイスト入っちゃうな。ハルベリーはやっぱ。ああ、でもキャットウーマンがねー。ハルベリーはキャットウーマンがねー。あら、もう絶対、ハルベリーは悪くないと思う。監督が悪いと思うんだけど。あれが良くないよな。ただ、まあ、人気でね、全然アメコミのイメージとは違うとはいえ、ハルベリーをストームに据えた、あれはね、すごいと思う。あれは、ほんと、すごいな。だから、ハルベリーだけじゃなくて、その、ウルバリンを、じゃ、おぉ、役者の名前、ほんとに。役者の名前をちゃんとしてください。じゃあ、ヒュージャックマン。ヒュージャックマン持ってきたの、ほんとすごいなと思う。じゃあ、ここに X って書いておこう。じゃあ、X 面つながりで、あの人も書きたいな。ハルベリー。
あの人。で、もう本当に僕ダメだな。ヒュー・グラントは許可がない。で、死なない人、赤い服着たスパイダーマンの偽物みたいで背中に日本刀二つ背負ってる人、で、デモリッションマン、で、マーベル、死なない、おかしい、これぐらいで、出ないか。出ないね。なんだっけ、で、マーベル死なない、で、デス、キラー、違うよ。俺ちゃんで調べればいいか。よいしょ。俺ちゃんで出ないですか。俺ちゃんで出るだろう、でも。そう、このキャラ。名前なんつうの？デッドプール。そうそう。で、これの主役やってる人が、ライアン・ゴズリン。どう？合ってる？違うか。ライアン・ゴズリンじゃなかったかもしれない。違うらしい。あ、ライアン・ゴズリンは、ララランドの監督の人だ。すいません。いや、デッドプール主役で。ほんと最近は役者の名前が新しいのから、古いのから出てこなくってさ。ライアン・レイノルズね。はい。やろう。ライアン・レイノルズ。画像。ああ、そっか。今この人、話題作に出てる人か。パソコンのオンラインゲームのモブキャラとして生まれたんだけど、そっから、なんかしてなんかする人。優しい顔してんね。あと僕はジャスティスリーグでバットマンやった人好きなんだよね。なんだっけ、一時ほら、硫黄島のからの手紙とのセットで、なんかね、戦艦の映画とかにも出てた人。女の人に夫婦喧嘩で超騙されて痛い目に遭うバカ男の役をやった人。懐かしいですね。ゴーンガール懐かしいですね。あの人、なんつったっけな。ほんとダメね。顎投げ。あれ、なんつったっけな。まあ、それもジャスティスリーグ調べれば出てくると思うんですけどね。あ、この人のイースト感は、眉毛の真ん中のラインが、こうか。こういう感じなんですね。これでライアン・レイノルズっぽさが出るわけだ。みんなひげいっぱい生やしてるな。調べよう。だからなんだ、
何を調べようとしたんだ。いっか、デッドプール書いとこう。デッドプールに出てくるリアリティラインの、CG 男ってからかわれるくだりとか超好きです。何調べようとしたの？ライアン・レイノルズからなんか発展して、ヒュージャックマンの名前出した後に何か調べようと思って、これの人っつって調べりゃいいやっつって、んで僕は何を調べようとしたのかな、したのかな、誰か教えてくれるとありがてえけど、何調べようとしたんだっけな。あ、これフリー会か。フリー会とか。デッドプールとか。やってる人。ジュラシックパークの主役の人。ああ、そうだ。スピルバーグがあれやるんだよな。ブロードウェイ物語じゃなくて、なんだっけ。ミュージカルの。金字塔、あれやるんだよな。うん、ノッティングヒルの恋人はもう見たから大丈夫よ。うん、違うの。誰か調べたいけど、まあいっか。じゃあもうあの人を書こう。今日本当黒人書きたいんだけど、いざ書こうとするとちょっと白人ばっか書いちゃう。ねえ、この人すごい美形だったのに、車の事故でね、整形したりとかして、顔全然変わっちゃったからね。好きです。僕はこれはスターウォーズで、この人を、マーク・ハミルを採用したことも、第一作目の成功だと思うよ。本当に。いい顔してるよ。あと、いやいやながらも、あの人、オビワン・ケノービ役の人を口説いたってのも、この二つなんだろうなと思うね。ほんと、第一作のマーク・ハミルは美人でね、綺麗だな。今はディズニーに やられちゃったけど、でもやっぱ好きだね、スター・ウォーズは。これでレイヤー大仮名書かないあたりがいいだろう。でもやっぱこれは似せるとかじゃなくて、ちょっとあれだね、どうしても描きたいマーク・ハミルというか、ずっとこの人のイメージはタトゥーインで夕日見つめてるイメージだから、どうしてもこうなっちゃう。まあ個性派俳優になったのでそれはそれでいいんだけど、まあでもこの人はずっとスターウォーズの呪いって言われ続けてたね。スターウォーズに出てキャラクターの色がついちゃったから、
使いづらいってなっちゃった人。それはあんな偏屈なおじさんになっちゃって。ああ、今考えるとマーク・ハミルのこのルークのエピソード8に出てたヒゲのデザインってあれか、ドゥーク伯爵と同じなのか。なるほどな。ポイって捨てられちゃう。30年後か。交通事故がなければな。でも僕、都市ステーションに行く約束をしてるんだ。そんなのいつでもできるだろう。今度の収穫がうまくいったら、友達とどこへでも行くといい。去年も同じこと言ったじゃないか。ファー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 。ということで、今日ここまで書いたけど、今日これでいっか。ね。だいぶ2時間ぐらいやったでしょ ?2 時間で何人書いた ?100 人書けりゃいいなと思ってやりましたけど、モーガン・フリーマン1、ジェイク・ギレンホール2、ジュニア3、トム・ホランド。トム・ホランドよく書けてるね。4、コリン・ファレル5、ティルダ・スウィントン6、コリン・ファース7、マーク・ハミル8、ライアン・レイノルズ9、ハルベリーで10、サザーランドで12、エディ・マーフィーで13、サミュエル・エル・ジャクソンで14、リバー・フェニックスで15、ホアキン・フェニックスで16、アンディ・ガルシアで17。あ、アンディ・ガルシアの顔ってあれか。ジョジョの奇妙な冒険に出てきそうな顔でもあるのか。サイモン・ペックで18。ベネディクト・カンバーバッチで19。ジェイミー・アイアンズで20。エド・ハリスで21。キリアン・マーフィーで22。レオナルド・ディカプリオで23、アンジェリーナ・ジョリーで24、ブラッド・ピットで25。今日、2022年は、25人のハリウッド俳優を描きました。まあ、似せる似せないの似顔絵じゃなくて、顔の特徴を掴んで、じゃあ今度描くときに、写真とか資料見ないで描けるような絵の練習ということで今日はお送りしました。たまにこんなことやってます。時間見つけて体が元気な時は。
配信しなくても、こんなのこう、まあ、あんまパソコンで書かないんだけど、コピー用紙かなんかバッと用意して、よし、今日は何枚書けるかな、とか、つって、バーって書いて、とか、してますね。そんな様子を今日はお送りしました。じゃあ今日は以上です。2月の9日分。ありがとうございました。終わります。今日からエンディングテーマを流そうっつうんでね。まだ作りかけのやつ流しますよ。それじゃあ、お疲れ様です。あれ？エンディングテーマが流れない。マジか。困っちゃったね。なんで流れないのかな。流れないもんだね。これはなんで流れないんだ。これか。この辺かな。これかな。これっぽいけどな。これっぽいけど流すの怖いな。じゃあやっぱり今日はエンディングなしで、流そうと思った動画ファイルがですね、動画ファイルを配信前に立ち上げておいたんですけど、どうやらそのファイルの場所をですね、僕が、動画をのファイルを開いたまま移動させちゃったらしいのね。それで今エラーが出て出ないんですけど、ちょっと怖いです。しまった場所がすごい爆音が出るような、あの僕が作業用に配信じゃない時にかけるような音楽のところに多分入っちゃってるんで、これで終わりますね。お疲れ様です。